この動画は伊佐鎌倉第2回目となっております。1回目は都道156号線から町田まで歩きました。見事な毛糸推しがたくさんありました。今日は町田からスタートします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日はですね、なんと町田からスタートします。賑やかなところ、ちょっとぼやけて映ってないですけどね、あの前回終了した原町田通りの交差点、そこからスタートします。さあ今日からは、ね、あんまり切り通しなども期待できないわけですけれども、はい、小四郎殿に近づいていくぞということですね。はい、始めます。旧町田街道を南下しています。鎌倉街道、この辺ぐちゃぐちゃなんで何が本当の鎌倉街道かね、わかんないんですけど、まあ、それっぽい道を選んで歩いております。ここは旧鎌倉街道です。あ、違った、あ、旧町田街道、とりあえず旧町田街道を南下してこっちの方に抜けてきましたね。だんだん市街地から外れます。ここは町田天満宮ですね。結構大きいですよ。天満宮というからにはね、ご祭神はね、菅原道真公なんですね。試験などを控えている人はぜひ来てみましょう。まあ、私もね、これからね、試験はともかく研修を受けることになるのでね、登録日本語教師のやつね。さあ、水もふんだんに出てるので早速手を洗ってお参りしましょう。があるんだね、輪のくぐり方があるんだな。1、2、3、4、ちょっとこれやっていこう。1、まあ、回って回って、こんなの神田明神でもやった記憶があるな。2 でもう一回こっち3やるんだね。3で4でお参りをしましょう。なんかさっきここの牛を撫でてった人がいるんですね。ご利益があるのかな。私も撫でてみようかな。牛さんをね、さっきね撫でてった人がいるんですよ。牛、私の母の故郷の農家ですよ。荒く農家、もう牛さんにちょっと私の仕事がますます発展しますようにお願いです。久しぶりのおみくじタイム結構ね、人がいてね、大きい声で喋れないんですよ。にょ、皆さんにお見せします。にょにょ、あ、うこ、こう、どう、う、中吉、何吉、小吉だ。思い通りです。しかしやり過ごせば足、うん、やり過ごしてはいけない。何を、ちょっと、まあ、これ後でね、ゆっくりね、見たいと思います。もうね、まだまだ道のりまだまだ先なんでね、今日行きましょう。街道は打って変わってね、街中をからスタートしてるんでね、で結構な、単なる住宅地を今歩いてるんですけれども、人結構歩いてるんですね。だからあんまりベラベラ喋って歩く感じではないですね。もうちょっといいところ出ないかな。この辺の家って尾根に建てられてるんですよね。だからもう鎌倉街道脇でしたと言われても、あ、そうなんですねって思ってしまいそうになります。本当のところはちょっとね、さすがにわからないです。もうちょっと頑張って歩きます。大きい通りからまた住宅地です。すっごい頑張って歩いてるんですけど、見どころを探すのは本当に大変です。うん、とにかく鎌倉までの距離を詰める時間が多くなりそうですね。だからあの壁の、ね、色は映さないんですけど、すごい宇宙的な壁の色のうちがあって、諦めない弱虫は強虫だ。そう、弱くてもいい、諦めなければいいのです。さあ進みますよ。これはね、いつのものかわからないですね。古い神様ですね。うん、な、鎌倉街道どうこうというのではなく、昔からの地域の神様、
鎌倉街道っていうね、私何回も鎌倉街道シリーズの動画では申し上げてるんですけれども、あのそれぞれの御家人の領地と神社仏閣の道をつないで最初はできた道だから、あの道の、ね、規格もバラバラだったりするんですよね。いろんなところを通ってる、まあ、山は尾根道でね、あの切り通しとか作ってなだらかにしている道が多いということなんですけれどもね、うん、なもんでいろんな神社仏閣がそばにある道だということができますね。神社の敷地に家を建ててるのと思ったんですが、おそらくねこの神社を持っている方のお宅なんではないかと思いますよ。ちょっとねすっごい歴史があってなんだかわからない、不動明王かな、よし、おー鎌倉街道らしい道に出てきました。今農作業されてる方がいるので静かに話しています。あの切り通しの方を、前回の切り通しの方もそうなんですけど、町田ってこういうとんでもないところがあるんですよね。突然農村風景が出てくるんですよね。そう、今までその都道動画とかでもお伝えしましたけどね、まあ、そう穏やかですね。一応ね梅雨時ではあるんですけれども、まあ、今日は雨が降らないだろうという日を選んでいます。少し日が差すかもしれませんが全体的に曇っていますね。でも晴れたら晴れたで暑いんだきっと。本当に神社仏閣だけには本当に当たりますね。あっちの奥にもあるしね、お稲荷さんとか。まだ町田から出ないというね。武蔵野国鶴間ってことは、鶴間の町田っていう住所だけど鶴間まで来てるで OK だとか。鶴間って町田なの、もうなんか頭悪い人みたいになってます。ちなみに中には入りません、ちょっと元気がない。ちょっと上に上がんなきゃいけないみたいだから先を急ぎます。今見えましたでしょうか、あの田園都市線なんですね。とうとう田園都市線のところまで見南下してきたか、感慨深いけどまだまだ先だ。はい、境川の方まで来ましたよ。まあこれがこのまま川倉のそばまで行く川なんでしょうかね。この川っぺりが鎌倉街道かと言われるとね、ちょっとまあどうなんでしょうかという感じではあるのですが、まあでも大きい通り嘘か本当かわからない今の道を歩くよりはこっちの方が気分よく歩けるのではないでしょうかね。はあ、涼しい音がする。おや、ここはもしやバスの時に、そうバスで鎌倉の時に来た観音寺さんのところですよ。観音寺前、うん、これですね、右折すると旧鎌倉街道に突き当たるって書いてあるんですよね。お、旧鎌倉街道は観音寺境内 をちょっと通り抜け鎌倉に至るということで、うん、左折旧鎌倉街道に突き当たると書いてあるんですね。どっちやね右折左折って。この立てかけ方が分かんないけど、うん、こっちってこと、こっちってこと。あの俺お寺に突き当たるじゃない、これがどうも旧鎌倉街道と言ってるらしいんですね、うん、私が持っている地図の一つと比べても、あの鎌倉街道と言われるところからは外れてるんですよね。さっき見たそのいつできたかわからない標識なんですけれども、その道路を渡ってこっちを旧鎌倉街道だとしている地図がねあるんですよ。ただし地図に書いてあるけれども、こちらが旧鎌倉街道ですって表示している道は
ないんですね。どこもない、どれもない。まあでもせっかくだからね、旧鎌倉大街道ですという主張してるこの道を通りたいと思います。なんかね、そんな感じがしなくもないけれども、この道を旧鎌倉街道だとして、あの紹介している地図はね、私が持ってる地図どれもないですね、うん、あ、伝承なのか本当なのかもう定かではなく、遺跡があればいいんですけどね、もうせっかくだから本物か偽物かわからないこの道をね、まあ、取ろうかなと思ってるんですけどね。よいしょ。よいしょ。そう、さっきの立て札のところでさ、蜘蛛の巣に引っかかっちゃった。ひどい。それでバスの時にも来た、はい、行った吉貞公鎌倉新劇寺、新劇路、うん、当家は鶴間村最古の歴史を誇る鎌倉時代以前のこの地に住んでた、うん、新田氏にゆかりがあるということは間違いがないでしょう。ここ観音寺さんじゃなかったんだね。今知りましたよ、うん、ここは前も訪れました。新田郡の鎌倉新劇路ということでね、うん、いやまだまだあるな。今鶴間でしょ。いやまだまだあるな。小野寺からずいぶん来たような気がするんですけどね、うん、いや頑張るべ、いや頑張るべ。そこのコンビニで休みました。すんないかな、角にあるんですね。まだね、半分、距離半分です。結構歩いたけどあと半分あります。頑張るぞ。なんとなく青空も見えてきていい感じですね。246から、はい、またね小さい道に入ってきました。一応ね結構いろんな地図にも載っている旧鎌倉街道ということになっていますが、結構ねどの道どの地図もね似たようなルートを指すんですけれども、あのこっちの道もの可能性もあるよ、こっちに跡がありますよっていろんな案内をしている地図があれば、そちらの方がね自分でいろいろ考えて回れるんで、そういう地図を入手されることをおすすめします。瀬谷区だって瀬谷区目黒町ということは、あ、私気にしてなかったけど、あの町田抜けましたね。横浜市に入ったようですね。おー、でこれから横浜市を抜けて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 鎌倉市行かねばならぬわけですけどね。東名高速のところまで来ましたね。いやー随分頑張ってきたな。東名の下をくぐります。神谷八幡宮っていうところに来たんですよね。あの結構大きいあの神社なんですけれども、八幡宮というからにはうんなんかね源氏ゆかりなんじゃないって私は思ってるんですけどね、あの神社の由来のようなものがどこにもないんですね。人も誰もいないしね。ちょっとご挨拶だけして終わらせようかな。よし、神様の横でちょっとおみくじ、なんかねちょっとシミがついちゃってるんですよね。さあ若宮八幡宮はどうかな。プラプラプラ、皆さんに見えるように、どうよ。中吉、やっぱ中吉、うんうんうん、中吉とか小吉とかね、うん、
ちょっと由来みたいなものがねあるとすごくいいんだけどな。どうもね、あの東名高速の移転でね、まあもうそれこそ50年ぐらい前、60年経ってるか分かりませんけれども、あのここにあの移転させられたようなんですね。うん。で結局、まあ、神様がどういう神様かっていうのがちょっとやっぱり由来がよく分からなかったな。うん。八幡宮というからには源氏かななんて勝手に思っています。ね、ずっとね、あの瀬谷柏木線だったかな、ちょっと間違ってたらすいませんをね歩いてきてるんですよ。もうさっきまで歩道なくって、あもう歩くかなりの量歩いてるんですけど、かなりストレスでしたね。有名な瀬谷銀行跡の方はね行ってません。そちらが鎌倉時代からの道筋かって言われると私はちょっとうーんと思ったので、うん、そのまま瀬谷の道を、もう交通量のすごい、うん、瀬谷柏木道路をね歩いています。ちょっとねお疲れ気味ですがね、まだまだ終わんないんですよね。うん、頑張れ。やっとあの大きい通りから外れました。で山を下ってってるんですね。ずっと尾根を通ってきたって感じなんですかねこれ。はい、横浜市の街中を通るということでしょうか。まだまだね続きますよ鎌倉街道は。相鉄線まで来ましたよ。今相鉄線を越えました、相模鉄道。あの、ね、今日もうちょっとだけ頑張ります。鎌倉までの距離をね、こう今日をねできるだけ詰めたいですね。もうちょっとだけ頑張ります。名物と言われる大根そばの、まあ、大根肉そばを注文しました。ちなみに大盛りです。大盛りでよかった。これ特盛りなんか頼んだら食べきれないですよ。このようにだし醤油をかけます。ぶっかけうどんみたいな感じですね。ぶっかけそば、はい、でここのおそばは10割そばなんですね。うん、ちょっと固めに茹でてあるのかな。めちゃめちゃいいですよこの暑い日に冷たいそば。肉は少しあの少しだけ薄く甘い味付けがしてありますね。そばをこう取ってすする、うん、あ美味しいですね。この夏向けのわさびなんかもちょっと混ぜまして、なんかわさびよりね大根の方がちょっと辛いところがあったなって感じですよ。とてもうまい。あー美味しかった。あの名物っていうって推しのね大根そばをいただきました。あれ大根おろし自分でするんですよ。大根4分の1本分ぐらい。で結構早くねそばが茹で上がるから急いで、うん、まあ大根をおろすんですけどね。あ、そばを食べて少し生き返ったわ。すごく美味しかった。10割そば、ちょっと固めに茹でてあるそばですね。うん。久しぶりに美味しいそば食べたっていう感じがしました。また来たいですね。あの鎌倉街道、今日のルートを歩くときはもう絶対寄ろうと思ってたおそば屋さんです。サマシャ。これね、サバ社が、ね、最新はね、様の神、源義朝、頼朝のお父さんですね。うん、関東ではね、随分ね、これ、鐘があるんですよ。打つことはできないようになってますけどね、かなり古いものなんですね。いつなんだろう。1861年だって。うん、
なんだけれども戦争で太平洋戦争でね、あの多分戦闘機とか船になっちゃったんでしょ。それでまた昭和に新たに作り直したということで、まあ、そこまで歴史があるというわけではないようですね。物自体にはね。よいしょ。ここですよ。ちょっとお参りしていきましょうか。すっごい細い道やの。めっちゃ渋滞してんの。が繋がってる。ちょっと細っこい道に入りました。いやなかなか鎌倉街道の痕跡みたいなものはもう前回と比べても全然ないですね。前回はあれだけ見事なもんがギュッと詰まってたからね、なかなかない。だからとにかく鎌倉まで距離を詰めること、あとね、まあ、次回は多分おそらく鎌倉まで行けます。だからだんだんね痕跡がまたね増えていくのではないかなと予想しているんですね。よいしょ。あちょっと涼しい道に入りましたね。一応ね鎌倉街道と言われている場所に来ました。この川っぺりがとは思いますけどね。切り通しがあるわけでもなく、てか私ちょっと町田よりのね手前から下ってるんですけれども、もし鎌倉から逆に旧鎌倉街道上津道を高崎方面に向かうとしたら、多分ねほぼほぼ緩やかにね上りなんですよね。上り坂だからね疲れんのかな。今までのね回ったのを考えても、諸山町とか西国分寺とか、だんだん下ってってるんですよね。標高が下がってることに気づきました。ちょっと坂を下っても登ることがね今日もあまりないですよ。はい。力なく今入っていましたね。疲れています。ね、ここも鎌倉街道と言われているところですよ。なんか歩道に入る気がしない。こんな風景なのってどこも一緒なんですかね。あ、やばいやばい。あ、車が来ちゃう。あ、来ない。せめてここ鎌倉街道ですよみたいなのがあるとね、結構それだけで上がるんですけどね。そう、今までのねはプレ編も含めて結構あったんですけどね、今日はこんなにないとは思わなかったですね。あれよく見りゃ、カナチューバスの車庫だ。カナチューバスがいっぱいある。田園都市線とか東名とか、あと相鉄線なんかをくぐってきましたけど、これは何かというと東海道線ですね。新幹線かな。いや新幹線走るところまで来ちゃったかという感じです。いやいやいや、マジで頑張ったぞ。
あのね、ご紹介するものが、まあ、なくてなかなかね探しながらなんですけど、とにかく今はねもう鎌倉まで距離を詰めるってさ、もう何回も同じ話をしてますけどね、結構疲れます。やっぱ若くないせいかね、膝が痛いっていうかね、この上を新幹線が走っています。もう限界だな。とりあえず、のどかですね。よいしょ。いやー、しんどい。直線距離で 18.8 っていうから、まあ20キロぐらいは歩いてるんじゃないかな、もっと歩いたかなという感じです。あー、明日ね雨が降らなければここで、乾燥してしまおうかと思ってるんですけどね、ちょっとしんどいいなあ。あれ、ここかな。とりあえずね、今日はねこの辺で終わりにします。なんかね、あのこの辺鎌倉街道のなんかね跡があるっていう話だったんですよ。だからここまで頑張ってきたんですが、あの一般のお宅の入り口しかない、それっぽい更新の塔などはあったんですけど、そこですなんか近くで作業されてて、それさもうなんか不法侵入みたいな感じになったら嫌なんで、あの申し訳ないんでね、少しずつちょっと離れて離れてですね。はい、次回からはねここからスタートします。あの横浜市内ではありますけれども、だいぶ鎌倉に寄せましたね今日一日で。もうねフラフラです。明日天気が良ければ何回も同じことを言うようですけど、明日天気が良ければ小城の殿のとこまでね行きます。すごい疲れたけどね、なということですね。はい、ではよし、いざ鎌倉です。ご視聴ありがとうございました。